はい、肘を開きます。肘を開いて膝も開く。膝が内に入らないようにします。結構ですね、逆の動きします。膝も開いて、膝は開く、肘も開く、はい、そしたらそのまま足の動き、体育座りの姿勢から膝を閉じる。そしたら肩をつつ5回、5回いきましょう。で、体は倒れすぎない、少し丸くする。で、これができた方はそのまま足開いて、じゃあ手をつけて、10回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 、